はい、今回はね、20代、30代の男女別の貯金について、ずいぶん前にお問い合わせをいただいたんですけども、これね、なかなかね、男女別のデータっていうのなくって、かなり苦労して探したんですけども、今回まとめましたんでね、お楽しみに。これね、総務省の家計動態調査の中からいろいろと混ぜこぜすると、4万人以上のデータが出てきたんですよ。で、まず数字からいきましょうか。20代の男性の貯金額はだいたい平均で191万なんですよね。まあこれはまあこんなもんだと思います。うん。で、女性の場合20代で139万が平均の貯金額ということになります。60万ぐらい、20代では差がつくってことですよね。これがだから30代になるとどういうことになるかっていうと、30代男性っていうのはだいたいね、貯金額600万を超すんですよ。616万になってきます。に比べて女性はね、あまり伸びてないんですよね。やっぱこう397万円ぐらいしかちょっと貯金額がなくって、さすがに女性といえども30代で貯金が300万400万だと結構先が見えないなっていうところは冷静に感じるんですけども、これなんでこういうことになるのかなと思っていろいろ材料探してみたんですけども、で基本的に女性っておごられるじゃないですか。で男性って払いが倍なんですよ。なのに貯金はかなりできているとか、で出張とかね、その他のことでビジネスもお金がかかるんで、結構ね、稼いでる男性が、そのモデルが今でも来てるのかなってとこですよね。で、これは私のね、こっから想像なんですけども、まあ女性はね、自分磨きに結構お金かけるんじゃないかなと思うんですよ。自分の美容とかね、将来的にも若さとか美しさを失わないためにとか、まあ、おしゃれにね、すごくお金をかける、エステとかもそうですしね、男性がそこの部分っていうのは割合としては少なくなる方だと思うんですけども、ここら辺はね、まあどう考えるかですけども、まあ勝手なことを言えば女性は男性におごられることを前提にして、自分の稼いだお金を全部自分の将来に使っているっていうようなしたたかさも見えるかなと思うんですよ。それは一方ではしたたかなんだけども、将来自分と一緒に過ごしてくれる男性のために一途とも言えるんですよね。まあ言い方は本当いろいろあるんですけどね。で男性の場合はとにかく、まあ外食すれば倍払いなわけですよ。基本的におごりが前提なんで、で使う金額もはっきり言って女性よりも多いですね。例えば車の所有率ってのはおそらく男女でいくと男性の方が多いんじゃないかなって想像しますよね。まあ、そうすると、まあ、男性にかかってくる費用はかさむし、それから、まあ、今ではね、軽自動車を男性が乗る例も増えてますけども、ちょっと前だとね、割とお金のかかるお金、車に乗る例もあったんで、結局、男女別で使う金額どっちが多いかっていうと、男性が圧倒的に多いんですよ。まあ、その根底にあるのが繰り返しますけども、男性は基本的に女性におごらないと格好がつかないんで、女性はとりあえず、飯食いに行って財布を開くことがないっていうアドバンテージがあるんですよね。まあ、そこだけ見るとなんで女の人の方が金たまんねえんだって話になっちゃいますけども、まあ、繰り返しますけども、女性は自分にではお金かけるけども自分以外にお金を使ってくれないっていう現実があるんじゃないかなと思います。だからこれもいい言い方すると、将来自分と一緒にいてくれる男性のために一点集中でそこに資金投入、そして自分の美容とかにおしゃれにお金を使ってる結果だと思いますので、だから絶対に、ね、男性にメッセージと伝えたいのは、自分がこの人だと思った女性を逃すと全部投資損になりますからね。払い損になるんですよ。この冷静にね、この辺を考えていただいて、どんな男にも勝てるようなね、男にならないといけないと。で、勝ったところでその後の人生は全部搾取されますからね。悪い言い方すると、まあでもね、この人にだったら何もかも持って帰ってもいいやって思えるような人に出会うのが、まあ男のね、喜びだと思うんですけどね。まあそういうふうに考えて、恋愛したい人はそういうふうに考えていただいて、恋愛とか結婚は人生の三大不良債権だと思う人はしない方がいいんじゃないですか。それは独身の方が男性は自由度も高まりますしね、案外年取ってもモテたりしますんでね。なんかね、これすごく気の毒な面ではありますけど、現実として皆さんも感じていることを私言葉にさせていただくと、さすがに40代とか50代になってくると女性のモテ率は非常に厳しくなりますよね。30代になってもそうかもしれないです。非常にね、20代の評価と30代以下の評価、30代以降の評価って女性の場合は内面にものすごく依存されるんですよね。20代の女性が見た目しか持つもんがないって言ってるわけじゃないんですよ。でも現実的に
相当人格とかね、教養が高まっていないと、30代40代で男性の目に留まるってことはないと思います。恋愛とかでも、他の場面でもね。だからハンディキャップを背負ってると言ってもいいですよね。早めに勝負つけないといけないというところですよね。20代ぐらいに女性は勝負つけないといけないと。でも男性の場合はどっちかというと、年齢を増せば増すほど価値を高めていくっていう傾向にあるんですよね。これがモルガン・スタンレー銀行かなんかのあれでしょ、取締役さんが言ったとされるようなところのエピソードでもありましたけどもね、前回も紹介しましたけども。で、冷静にだから男性と女性を差別とかなんとかじゃなくてね、そのそれぞれの特徴に沿った生き方をしろってことなんですよ。男性の場合は遅咲きでもなんとかなりますということなんですよ。要するに人が求めているものは豊かさであり、自由であり、時間であり、お金なんですよね。っていうことは、時間をかけてそれを手に入れていけば、男性の場合は取り戻しがつく可能性はあるんですよね。ただ女性は残念ながら、これはね、動物的な本能なんでしょうけども、老いるとね、極端に不利になるんですよ。30とか過ぎると極端に不利になります。まあ、ですんでね、これはもう全て数字も出てるし、現実もそうだし、珍しいんですよ。30代とか40代で女性が恋愛の後に結婚するっていうのは1000分の1っていうね、すごいですよね、1000分の1っていうのは。しかも20代でそれができなかった人が30代40代で1000分の1のチャレンジをしようと思ったらすごい不利なんですよ。なんか早めにケリをつけておかないといけないのかなと。特に今40代とか50代、私同年代過ごしてる方って20代むちゃくちゃモテたでしょ、ね、時代の背景もあってモテすぎたんですよ。その反動が今来ちゃってるんで、かなり苦労されてるんじゃないかなと思いますし、理想はどんどん高くなりますしね。それは分かるんですよ、理想は高くなるの。で、男性の場合はね、往々にして例えばね、自分の好み、見た目、年齢、その一点でいくんですよ、女性選ぶとき。で、その他のことっていうのはその後でいいやと思うんですけども、女性の場合は、まあ、年収、学歴、身長、見た目、この辺でしょ。それから浮気をしないこととか、ギャンブルしないこととかね、細かい条件いっぱいついてきますよね。そんな奇跡ですよ、そんな。ギャンブルもしないしね、浮気もしないしね、彼女ほっといて男友達と遊ぶって、そういうの珍しいですからね、すごく。だからいろんな条件を設けるんじゃなくて、それこそ身長が170センチの男性なら希少価値ですからね、それだけで。であと4大卒の男性も少ないですけど、思ったより。その4大卒の上にカンカン同率とか、あの辺の学校のレベル言うんだったら、もうあなたにはもう無理ですって話になっちゃうんですよ。大体ね、女性の、これちょっと私の愚痴が入ってますけども、普通の男性でいいんですっていうふうに女の人って言うじゃないですか。で、普通の男性ってどんなのって言ったら、身長が170センチ、175センチぐらいあって、とりあえず4大卒で、それで、見た目は星野源って言うでしょ。それが普通の、何、パートナー像だとしたら、あなたも普通ですよねって話なんですよね。あなたは何、4大卒なんですかとか、あなたは星野源、いわゆるガッキーぐらいなんですかとかね。ガッキーって誰でしたっけ、ね、忘れましたけども、ガッキーっていう女の子がいるんですよね。で、身長は、じゃあ170センチなんですかとかね。だから普通を求めてる人は自分自身がその普通以下のところから普通を求めているんで、だから自分よりもちょっとね、上の人を目指してるんですよ。それがアンバランスってことなんですよね。だから同格じゃないと勝負にならないか、もしくは違う特徴を持ってないといけないですよね。圧倒的にこれだったら自分は勝負に勝てるなみたいな、圧倒的な特徴を持ってないといけないんだろうなと思いますよね。ちょっと変なとこまで行っちゃいましたね、貯金額から来て。貯金の話に戻りましょうか。貯金はね、これ数字見るとね、ちょっと差がありすぎますね。特に30代の男女で、なんでこんな200万以上の貯金額の差がついちゃうのかなというところでございますね。だからこれはひとえに稼ぎ方のボリュームが変わってくるんでしょうね、きっとね。男性はむちゃくちゃ使いながらでも、やっぱこうお金を残してるっていう数字がこうありますんでね。このね、もうおごらされ人生ですからね、男はね。それは覚悟して男として生まれたら、もうやっていかないといけないんじゃないですか。だから金銭的にね、ちょっと苦しいと、いろいろとね、女性からの見る目は厳しいですからね。男同士だったらね、いいじゃないかで済むんですけどね。そんな金だけじゃねえよって、男同士だって言えるんですけども、女の人は金がないとまず男性の目も合わせてくれないですから。
もしそれをしてくれる人がいるとしたら相当心の広い人なんで、その女性は話しちゃダメですよ。まあなかなかね、貧しさに耐えてくれる人はなかなかいないですからね。豊かになりたいし自由になりたいしね、毎日ね、金のことでギスギスしたくないでしょ、女性もね。まあでも現実男性依存だと結構お金に苦労するっていうところが多いんじゃないですか。まあ貯金額ね。はい、じゃあ最後にね、この貯金のことについていろいろお話ししましたけども、全部をぶち壊すことを言いますけども、あくまで平均値っていうのはすごくね、場当たり的適当な数字なんですよ。だってね、平均年収ってあるじゃないですか。だって平均年収の上の方は1億とか2億の年収を上げてる人も込みで平均年収できてますけども、平均年収の数字に計算されてない、カウントされてない人ってのもいるんですよ。例えばね、年収が20万とか30万とか50万の人ってのは集計するデータの中に入ってこないんですよ。だから結構高止まりしてるところはあります。まあそれを言うとね、20代で男性191万女性139万ってのは、いやもうちょっと高くないとダメだろうと思いますけどね。男性で30代で616万、女性で397万でしょ。まあ、そう考えたらもっと高くないと、この平均値はちょっと甘めに出てるかなと思っちゃいますよね。やっぱり、その30代でね、まあ、30代で3000万くらいの借金を抱えて私が言うのもあれですけども、30代で男女とも1000万くらいできてないと、その後の人生本当に暗いと思いますよ。40代から急に所得が上がるってことはないですからね。30代で1000万ぐらい貯めれるような所得にありついてないと、40代50代はもうすでにマイナスになってしまいますんで、とっても厳しいと思いますね。でそのぐらいお金のことをちゃんと考えていかないと、なんとなくやってこれたからこれからも大丈夫だみたいな感覚になっちゃうんですよ。でそこにいろんな金融商品とかね、世の中のビジネスとか、それから搾取がつけ込んできますからね。だからやっぱりこう稼げる人っていうのは1円にシビアだし、どんな金額にもログを残していくっていうかね、会計管理ちゃんとしてると思うんですよ。で逆に言うと管理せずにお金が残るってことは相当なんか神がかってますよね。そういうのはね、無理だと思いますよ。そういうのは企業経営をしてると横に余計思いますけども、お金に無頓着でお金が貯まるってことはないですから。やっぱり体重のこともそうですしね、日々見てるからコントロールできるわけなんですよ。日々見てないとコントロールできなくて、逆にコントロールされちゃいますから、人間の方が金銭にコントロールされちゃうということになりますね。はい、ということで、長々とまたね、説教じみたこと申し上げましたけども、ちゃんと答えましたよ。ここまで答えたらもう十分でしょう。質問してくださった N さんN さん、あなたですよ。男性の平均年収、女性の平均年収、それからなんで男ばっかり金使うんですかって、男は金使うもんなんだと諦めてください。もう自分が男だと思った瞬間にもう、ね、それを諦めてください。永遠に搾取されてください。もうそれでいいんですよ。であんまりいいことはないというね、そういう道をね貫くのが、腹であれでしょ、顔で笑って腹で泣くでしょ、あれでいいじゃないですかね。まあ女性はね、もっとあれでしょうね、下駄履かせればいいんじゃないですか。なんかすごくもっともっと立てまつっていけば、まあ、どんな女性もお姫様でございます。はい、じゃあ以上ですね。じゃあまた質問待ってますっていうか、質問待ってますっていうか、答えられてない質問がまだ山ほどあるんで、これから少しずつやっていきます。失礼します。